サムラ塾の後藤です、こちら動画ではですね、中小企業家同友会7月7日の方に、報告をさせていただいたんですけどね、そちらに、関するアンケート結果が出ましたのでね、お礼メッセージを述べていきたいと思います。はい、では行きましょう。佐藤英二さんですね、コンプレックスを努力して変える、そして、とことん、努力して辞任する、短所も認めると、はい、いうことなんですけどね、佐藤さんはですね、南西かな、南西支部のですね、方なんですけどね、初めてお会いしてですね、でその、何日か後にね、僕の例会があったんですけど、来ていただきましてね、遠いところからね、筑波の方からね、来ていただきまして、非常にね、素晴らしいね、感想をいただきましてね、で、また、ね、名刺交換もね、させていただいたんですけど、非常にね、ユニークな名刺もいただきましてね、商売、やっぱりうまくいってる人はね、なんかちょっと違うなっていうね、オーラ、そういったオーラ、ね、を感じ取ったですね、方でしたね。うん、だからね、まあ、本当に遠いところから来ていただいて、本当に感謝しておりますね。またね、南西支部に行った時に、よろしくお願いします。はい、では以上です。